はい、ということで、この時代の朝鮮との関係、中国との関係、そしてま初期古墳頃の話をさせていただければと思います。古墳時代におけますと、朝鮮半島の人々の交流というところでありますけれども、これはは和人関連の朝鮮文献というのがありまして、そちらの方を参照ください。 4世紀以降、朝鮮半島で鉄資源の供給地としていわゆる仁和地域などに進出したことというのが公開堂碑文に書かれております。西暦414年に建てたとされております。また、三国志の方におきます、これは1143年、執筆開始1145年に完成された三国志の。 3世紀以前の記述は信憑性、信用性に疑問がちょっとあるものの、空白の4世紀については朝鮮半島との関係が書かれた数少ない資料ということで、4世紀末頃まで流星だった朝鮮半島南部朝鮮半島の南部でございます、洛東港、洛東湖流域の日本。 日本列島勢力が高句麗勢力の南下の影響を受けて交代し始めまして、代わりに5世紀以降、朝鮮半島南西部の、えー、楽東港、四山、えー、岸の方では、四、え、坂、ー、流域の、えー、日本列島勢力が流星となりまして、これは韓国の、えー、近海市の公式サイト、萱市の、えー、外観というのをご覧ください。 えー、近,年近年で言いますと、この四三河流域の方で、全、えー、方公衛府っというのが、えー、発見されている、多数発見されているということでございまして、えー、この韓国のこの四三河付近で、全、えー、方後円墳ということで、えー、日本との関わりがあったのかなという,です、ねえー、こう遺跡をたどることができるということで。 中国との関係性ということで、この時代における中国の下北には5、5国十6国、316年、439年ということで、これが公募者のうち、北儀、東儀、西義、北西、北州と続く北朝の時代となりまして、これらの諸国家と和国との外交や、交易などについての資料は知られていたということで、南朝との関係ということで、和の豪雨と財布関係にあったことが知られているということで、 ございますえー、こちらの方は、えー、和,和人関連の中国文献の方をぜひ参照ください。はいえー、こ時期古文ということで古墳ということで、ねえー、その時期によってその古墳の成り立ちとかその減衰をいかに捉えるかによってその、えー、わずかな差異が、えー、生じるということで、まあ、例えば前方後衛部がされ、えー、始めた、えー、時代についても 議論が大きく揺れ動いてきたということで、現在のところ、一般的に古富士では3世紀半ばから7世紀末までの約400年間を指すことが多いということで、中でも3世紀半ばから6世紀末までは、前方後衛府が北は東北地方の部、あるいは南は南は 九州地方の南部まで作り続けられた時代ということで、前方後衛府の時代と呼ばれているということで、えー、基本的にこの古墳時代というのはおそらく私の直感ですけど、この前方後衛府が作られ始めた頃から、えー、徐々に作られなくなる。こ,れこれまでを、えーは 一般的なな古風時代ととののが、えー、ふさわしいのかなと思いか思ます、えー、前方後衛のその前のところで言うとね、えー、またちょっと違う形として英風とかがこう多かったりするんですけどもこの時代というのは結果的にまあ、えー、弥生時代末期というところでさ、えー、していただいて、えー、まあいいのかなというところでございます。 えー、前方後衛譜が使えなくなった7世紀に入っても、豊富、絵譜、八角譜,譜などが作り続けられていますけれども、この時期は古墳時代の、えー、終末期と呼ぶことが多いですね。えー、広告書の中には、3世紀半ば過ぎに前方後衛譜が出現したと考える説ということで、3世紀後半から4世紀初めが古墳時代前期、4世紀末から古墳時代中期、6世紀初めから7世紀半ばまでの古墳時代後期と。 しかし、えー、文献史学者とか一部の考古学者におけては、えー、3世紀末以前の古墳時代開始に疑問を持ちまして、実際には4世紀初頭から前半、えー、に始まるとも見られております。えー、実際の、えー、古墳のこう築造というのは、機内、西日本では7世紀前半頃、関東では8世紀の初、えー、め頃、えー、東北地方では8世紀末の、えー、末頃でほぼ終わっているということで。 え時代名称はこの時期古墳の築,、えー、築造が盛んに行われていたことに由来するということで、まあ、なので前方後円墳が作られていた時代というのがまさに古墳が築造が最も盛んだったというところでございましてその古墳時代というのをこう大まかに指すのであれば前方後円墳が作られていた時代をそのまま指した方が古墳時代といった方が正しいのかなと私の意見でございます。 えー、古墳時代が出現されたのは3世紀半ば過ぎにはもう、えー、出現期古墳が現れ始めるということで、えー、多分ですけどこの初期の古墳が現れたことっていうのは、えー、基本的には弥生時代なんですよ。 で弥生時代でして、えー、弥生時代は半ば終わりから、まあ、後半辺りにかけてというところになるのかなと思いますけども、えー、前方部が8型に開いているもので、堀が認められていないものがあるということで、中には自然の山をこう利用しているものがあったり、最高級の、えー、古墳に、えー、多いといわれております。植、え、林、ー、が、えー、確認されていないのが特徴的で、えー えー、特徴的であるということで、吹、えー、石ですね、吹、えー、石なども作り方が定まっていないようにも思われます。また、えー、岸和神殿の根拠に248年頃に亡くなったとされている、えー、姫子の墓は円墳だったという説がありますが、墓そのものが特定されていません。えー、こののの時期の、ねえー、最古の古墳として、えー 言われているというところでございますけども、城王卑弥呼が眠っているんじゃないかと言われているのが、えー、石塚山古墳ということで、福岡県の刈田町にありますね、えー、山大河九州の一,一節ということでございます。まあ、この、いまあ、少なくともこの石塚山古墳ができた頃っていうのはまだ弥生時代だったのかなと、えー、推定されております。造営当初は130メートル以上あるとされておりまして、えー、築造時に、えー、風景に複合を。 公つ、えーまあ、壺ですけども、これが樹立されたんじゃないかと言われております。また、大分県宇佐市にあります河辺高森古墳の、えー、赤塚古墳ですけども、そして、えー、奈良県の、えー、桜井市太田阿佐、石塚にある、えー、古墳でございますけども、えー、これは巻,く、えー、巻き向く石塚古墳ということで、えー、また京都府木津川市にある、えー、椿大塚山古墳、奈良井 奈良県の天理市にある黒塚古墳、静岡県の沼津市の高山古墳といったところ、まあ、これが、えーまあ、最古の、えー、古墳ということになるのかなと思います。えー、古墳時代に、えー、ここから入っていくわけですけど、3世紀後半には、えーえーまあ、前方後遺墳だったり、えー、そういったあ、まあまあ、か古墳時代のここ形というものができ始めるというところなんですよね。 3世紀後半には西日本各地に特殊な壺型の土器、器と台形土器を伴った紛球簿が現れるということで、その後前方後円墳の先駆けとなります位置づけられる円墳、出雲文化圏の特有の四隅突出型墳から変化した大型豊墳が代表的ということで、最高のもので言いますと島根県の 島根県は安来市というところにあります、大西興奮が挙げられます、また前期には珍しい疎官灯たちが主張しておりまして、それから少し立ち奈良盆地に大容量クラスの大型前方後衛譜の建設が集中したということで、埋蔵施設というのは縦穴式石室ということで、副葬品は、自律的な鏡、玉、石製品のほか、鉄製の農鉱物が見られたりもします。 えー、この頃というのは円筒植林が、えー、盛んで、葉、え、じ、ー、きが、えー、機内で作られていたり、えー、これが各地に普及しますと、その後、木、えー、機材の植林、えー、そして家系植林が、えー、現れたということでございますね。植林じゃないですね、埴、え、輪、ー、ですね、円筒の埴輪ということで。 えー、すいません、漢字が全然読めてないですね。後で漢字で5とかやりてみたいなと思いますけども。また福岡県の沖ノ島では、えー、大和王県に、えー、伝わる国家祭事が始まった時期とされているということで、この時期の主な古墳としては、桜井市の、えー、橋塚古墳ですとかね、橋塚じゃないですね。えー、全然漢字読めてないな、えー。橋墓古墳、橋墓古墳ですとか、えー、奈良県同じく天理市に、ね、柳本古墳部の、えー 安山古墳ですね。安安ん山古墳ですとかね、同じく天理市は渋谷向山古墳、桜井市の桜井茶臼山古墳、桜井市の目すり山古墳、そして山梨県の甲府市、甲斐銚子塚古墳、岡山市は神宮寺山古墳、東広島市は三城古墳ということでね。 まあといった形でまあ建設されているということで本日はご視聴ありがとうございました。